物物体木型。胴体など、大半の部分は、木で作られている。B-25 の風洞実験用模型木型とは、製品の外観の検討や、機能の確認のために作られる原型。基本的には木製。モックアップとも言う。靴製造時に比較を押し当てて成形する道具も、木型と呼ぶが、本校では蒸気について解説する。 木型は商品の外観デザインや使い心地、可動部の検討用に用いられる。低価格ながら切削が可能な木材が多く利用されるが、石膏やプラスチックなども利用されている。カナダドルで設計されたインダストリアルデザインを木型にする場合、天然木材にはキメがあり、NC 工作機械の加工には向かないため、 キメのないケミカルウッド等の人工木材を用いることが多い。玩具の原型に木型が用いられることが多かったが、小型の家電製品や自動車、新幹線、航空機のデザインや機能の検討、風洞実験にも用いられていた。スペースシャトルオービターは発射台までの運搬や固定など作業手順の確認用として、実物大模型、パスファインダーが製作された。 玩具の原型の場合は、木型の段階で可動部のギミックなどを再現、パーツごとの分解も可能にしておき、そのまま製品の原型とすることが多かった。微妙なカーブの修正や隙間の修正には、天然木材以外に、おがくずを樹脂で固めたものなども用いられる。旧来は職人による手作業に追うことが多かったが、近年は 3D プリンターの発達で、 カナダドルデータをそのまま立体として成形できるようになったため、故障はそのままでも FRP や合成樹脂で代用されている。トヨタ自動車など技能継承のために新人には木材による研修を行う企業もある。自動車や携帯電話などデザインが販売に大きく影響する商品においては原寸大のモックアップが使われている。携帯電話店によっては 使用済みの携帯電話モックアップが販売されることもある。携帯電話店では体験用に展示する実機をホットモックと呼称している。ありがとうございます。